配球、カラスノ高校配球部1、2年生チーム座談会でーす。始まりましたー。ということで、一番最初にですね、自分の演じたキャラと自己紹介を順にお願いしたいんですけれども、まあ、まず僕が誰かというと村瀬歩です。わかりますか？はい。わかんない。日向醤油役村瀬歩です。そして、はい、影山飛び役石川海人です。よろしくお願いいたします。これはダダッキだ。やめろやめろ。それダメ。それ危ない危ない。普通に行こう。はいはい、そして、はい、月島契約内山浩輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、山口忠役斉藤壮馬です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、田中龍之介役林優と申します。なんでいきなりちょっと待ってくれ、誰が拾うみたいな。いや、何が面白かった。そして最後に最後じゃない。まだどうぞどうぞ。前どうぞ。お前ちょっと待ってよ。先輩よ。今石川海人くん、ちょっと何したの今。いつもやるやつ。いつも何どうした？あのさ、自己紹介にどんだけ時間使う。中身めっちゃ長いじゃん。今までめっちゃ長いじゃん。西野役の岡本信彦でーす。そして本当に最後に、縁の下の力役松田俊樹です。はい、よろしくお願いします。後輩に飛ばされちゃったよ。いや、たまにね、そういうことしちゃうんですよね。ある怖い。ということで、配球のアフレコもですね、最終回まで全て終了しました。というところで、ここまでを振り返っての感想を一人ずつちょっと聞いていきたいんですけど、もしくは、全然クロストークでも構わないということなんですけれども、どうですか？何残ってますの、信彦さん。いやいきなり攻めてるね。後輩からの。後輩からの。クロストークで行くつもりなの？俺ね、最終話の付近の一個手前かな？で、負けてからの、ご飯食べるシーンが好きだよ。最後のとこだ。これは漫画読んでても結構印象に残るところですよね。すごい。アニメーションでセリフがないっていうのがまた、面白いとこだなって思いながら。確かに。全然声当ててたか。当ててたな。咀嚼音とか入れたり、潜るっていう。繊細な部分をどんどん入れてた部分で、あれは楽しかった。心に、もう台本読んでる時はちょっと涙が出てきちゃってて。本当に？本当に？あれ？あれ？あれ？本当に涙が出たの？多分出てたよ。多分出てたよ。怖い怖い。心の涙が。そう、心の涙が出てたよ。まあ、それはこれ。鼻炎だからね。鼻水出て。いや、知らないよ。ちなみに内山さんなんかあそこ涙出たりとかしました？いや、僕は別に。出てけよ！俺は出ておいてよ！まあまあそこも良かったですけど、まあ試合のアフレコの時とかは人数がまあ多かったなっていうのがありますね。大体僕はスタジオで座る席がないぐらいの人数だったので、あんまり喋ってもいないし。そうだ。だからね、こう、スタジオに入ると、ガチで試合の雰囲気ができてたなっていうのが印象的でした。なんか、それ聞けて嬉しいですね。で、で、月島が、西野屋とかさ、日向とかと交代交代で入るように、俺も結構、あ、じゃあスタジオ行かなきゃみたいな感じで、外で待ってて、急遽呼ばれるみたいなパターンが結構あったんで、なんかそれがすごい臨場感というか、あれリアルだなっていう風に、なんかそこでも感じた。確かにいる時といない時あったんだ。そうそうそう。ロビーでバオカやってるでしょ。バオカや遊んでるわけではない。みんなの芝居見てた。ミユ君とバオカだけやってるわけではない。いや、バオカ面白いですけどね。面白いですね。いい商品です。いい商品です。いい。みんなやってね。じゃあその試合を見てた、山口ですけれども、その試合の様子どうでした？いや、もうだから本当に山口はまず、ベンチから見てるじゃないですか。だから、一本とか、ナイスーっていう声をどんどん出していくわけですけど、やっぱりこっち側も、中がヒートアップしていくにつれて、応援の声っていうのもどんどん熱が入っていくように、もうだから自然ともうコートの雰囲気に引きずられてしまうみたいな。それやっぱりすごい、よかった。逆にね、コート内にいる人たちがそれ引きずっていけてたってことじゃないですか。うん、そう嬉しいことです、ね。だからすごい熱量が毎回あって、だからやっぱそこに、しっかり自分もそれを見られているように頑張っていかなきゃっていうの毎回。どこ泣いた？僕は、これ泣くと一人ずつしなきゃいけないのかな。僕は、あれなんですよね、沢村さんの、中学時代の、
同級生の子が常滑で、池尻さんっていうね、うん、と戦って勝って、はいはいはい、で、あとそのカラスの女子バレーは負けて、うん、で、その、池尻さんと道宮さんが、うん、道宮可愛かったね。可愛かった。達成する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 だってさ、数少ない女性キャラだから。うっち泣くシーンだね。泣くシーンよかったね。ちょっと今、うっちって呼んでた。さりげなく。うっちさ。完全にツッキーの声がうっちって言ってた。それで、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 そう。で、やってたよ。俺たち、私たちもバレエやってたよっていうのがもうすごいね。やっぱ周りの人たちのドラマも描かれるっていうのがすごい印象的ですね。なるほどね。じゃあ同じベンチ仲間として、江ノ下さんはどうですか？補欠って言いたいってことですかね。そんなことないよ。変な顔してる。言いたいことないし、絶対ない。俺一番完璧に見てた人なんですね。岡本君拾ってあげて。大丈夫か？君ら。ありがとうございます。そういう言い方。平常運転です。だから江ノ下さんは。僕もベンチを温めてました。あ、やったー。どういう視点で見られてました？いや、だから僕も、だから後輩でもある1年生たちが出てる中でも、しっかりと見ていて、伝える部分もたくさん、特に影山なんかに、もっと仲間を信じるっていう方向をアドバイスをちょろっと入れたりしてて、そういうところに僕は戦ってたなって、なんだ、コートに入ってはないんですけど、やっぱ一緒に戦えてたっていうのは、さっき言ってたコートの中の熱量が大きくて、僕らを引っ張ってくれたっていうのもありますね。なるほど。なんかその中でも客観的にかなりチームを見ていたじゃないですか。なんか、その客観的に見ていた中で、チーム全体の成長っていうのはどうでした？チーム全体の成長？難しいこと聞くな。難しいこと聞く。結構深いとこ行くね。真面目な話聞いちゃう。ストーリーの中でもやっぱキャラ個人のさ、成長っていっぱいあると思うんだけど、僕は、その、マイク前での芝居が、その少なかった分、その、中の様子をずっと見てたんだけど、本当にチームのカラーが出来上がってきたっていうのは、1話目もう半年前ですけど、ここ最終話まで感じますね。いや、ありがてえ。ありがてえですよ。この後コメント言いたくないわな。しっかりした。まとまってますね。いやでも最近泣いた話でいい。最近泣いた話。最近縛りますよ。じゃあ最近に全く関係ない。最近泣いた話。最近泣いた話書いてた。何それ。一応じゃないですか。配給のファンに申し訳ないな。確かに。お財布落としちゃってとかそんなに。聞いてもしょうがないです。おいおいって話だね。林修さんはどうですか？感動したシーン？やっぱ俺は、あれじゃない？アズマネさんがさ、部活に戻ってくるところですね。いいですね。部活シーンだ。あれはね、オンエア見てね、本当に泣きましたね。あそこは思い、なんかすごい印象深いですね。田中も泣いてましたからね。もうガーって泣いてましたもんね。泣きながら撮ってましたからね。そう。あそこかな、俺は一番感動したところは。あれ確かに。朝日さんのエピソードは本当、涙なしには語れないってやつですよね。そうだよね。ね。そこは僕も超好きっす。でも、田中のあのシーンもよくないですか？この、こいつもエースの質を持ってるみたいな。あそこね。かっこよかったですよ、あれ、めちゃくちゃ。あそこありがたいよね。取り上げるともう数えきれないんですよね。そうなんですよ。ウェイも大好きです、僕。いいかな。ウェイめっちゃ好きです。そう、これは。本物だ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 これ面白いんだよな。ででは、次のコーナーに行きますよ。配給1年生チームの皆さんから見て、2、3年チームのキャストそれぞれお一人ずつの現場での印象やエピソードをお願いします。どうすか？興味ない、興味ないね。どうした？どうした？やろうやろう。よし、やってこうじゃあ、カイト君からやる？僕から。僕らそういう振りだったの？僕はみんなの話を聞きたいな。聞きたいなぁ。別に俺だけいいよ、セッターみたいにもうボボ回してよ。いやいやいや、そんなそんな。西山さんどうですか？まあ、まず日野さんは文字通りキャプテン。現場の中でもなんかみんなをまとめてくれた人だったから、本当一番の功労者は日野さん。だっていうのは確かかなっていうふうに思ってましたけど。僕は個人的にすごい細谷さんに、いろいろアドバイスもらったりとかしてて、いつも収録、それはもうそんな二人だけの秘密なんですけど。めんどくせえ。なんだ。まあ、言える範囲で。言える範囲で、言える範囲で。言える範囲で。そう、まあ僕結構ね、落ち込んじゃったりとかするんでね、そこら辺の時に、これってどうしたらいいんすかね、みたいなことをボソボソ二人で語り合って、ちょっと、あれはよかった。あれ？今の細谷さん？今の細谷さんです。あ、
あ、わかりづらいの。俳句の収録が終わった後も結構実は飲みに行ったりしてて。あ、そうなんです。で、なんなら、ハイト君と、それこそホセアさんの僕と。熱い語り合い目撃してたの、うん、うん。もう、めちゃくちゃ熱くて。熱いね、ハイト君。あの時ばかりは、信彦さんもちょっと熱かったです。まあ、いつもクールだったのに。あの、朝まで飲みました。うん、朝まで、なんなら。朝まで本当に。え、朝までずっと熱いトークを繰り広げる。少人数でずーっとしました。すごいね。それぐらい、しかも、まあ、その中で多分一番熱量多かったのは多分、海斗くんだったかなっていう。いや、ホセアさんに対して。それ全部答えてくれるんでね。ホセアさん、僕、ね、質問したことに、ね、なんかもう、ホセアさんのみならず、信彦さんも、どっちも答えてくれるんで、もう思わず熱くなっちゃったって感じですよ。影山っぽいよね、本当に。そう。すごいリンクの仕様だよね。そうですかね。どやー。どやー。どやー。僕はな、そんなあんなに熱くないんだけどな。いや。冷静沈着だ。どこでも熱いけどね。うん、まあ、あと、イリのミュウとかは、ムードメーカー的な感じでしたかね。ミュウくん、面白かった。めっちゃ面白い。バボカずっとやってるから面白かった。結構バボカにハマってたって、皆さんね、やってみると結構楽しいんですよ。めちゃくちゃハマってましたね。でもどれだけ面白いかっていうのをね、ミュウ君が体現してくれた方だからね。でも締めるとこは締めて、お母さんの役割をしてくれた、ね、キャプテンと菅原さんで、ちょっとお母さんお父さんみたいな感じっていうの最初に言われてましたよね。まさにそんな感じするよね。柔らかい感じ。見守られてたのかね。ガヤとかでも全力の、菅さんとかがいて、すごいそれが超好きです。すごい。うんうんうん、あったね。あと、こう一点、なずかさん。いやー。なずかさんが入るだけで、スタジオの空気変わりません、めっちゃ。変わるね、俺。すごいよね。体育会系ってやったことないんだけど、うん、女性マネージャーがいるありがたさってこういうことだよ。本当にわかった。わかります、ね、いるだけでありがたいってこういうことだと思う。絶対なずかさんいるのといないのって全然違う。テンションが違う。テンションが違う。香りも違う。香りも違う。香りも違う。文字通り。文字通り。おじいちゃん。カットいやー、出たなー。出た。まあ、まあ、多分カットは。ありがたかった。なかなか僕らとは会話をね、キャラクター的に会話を交わせないからね、僕は。確かに、ね。特にずっといいんですよ。清水と話したいよね。何呼び捨てしたんすか確かに。清水なり、ドキッとするでしょ。男の声が。おや？ん？僕？いちいち。あ、そうだ、うん。次のトークテーマ？聞くな。村瀬くん半端ねえな。いやーなんか。村瀬くんはじゃあどうだったの？むしろ。あ、現場の雰囲気とか。現場の雰囲気。うん。なんかでも全部なんかすごい。なんもないか。いや違う、そんなはずないでしょ。でしょ、来いよ、もっと来いよ。僕本当でも。村瀬さんが。さ来い。村瀬さん来い。行くぞ。いや、僕、日野さんとはでも。止まんだよな。僕なんかちょっと独特の空気 してるのかなって思って。ガチャガチャガチャ。日野さんと入野さんはでも本当一番最初から僕見守られてるっていうか、後ろから支えていただいた感じがすごいして。うんうんうん、で、細谷さんも個人的にちょっとアドバイスいただいたりとかして。うんうんうん、それちょっと海斗くんと被っちゃうんですけど。まあでもそうそう。だからなんかすごい、まあ、名塚さんも温かく見守っていただけて。うん、本当3年生チームと、まあまあ、清子さんもそうなんですけど、うん、なんかすごいこう温かく1年生を見守ってくれてたんだなっていうのを、まあ本当最終回終わった後も、うん、まあやってる最中もひしひし感じたんですけど、うん、終わってからもなんかやっぱ、ああそうだったなっていうふうに、うんうん。振り返ってみてね。振り返ってみてすごい思いますね。特に日野さんからよくアドバイスもらってた、うん。そうなんですよ。隣にやっぱ座っていただいてて、うん、で僕がなんかやっぱ、こうあーって詰まった時とかも、なんかこう、ヒントこう与えてくださって、うんうん、それすごいこう、嬉しかったですね。あ、うん、気持ちこもってたね今ね。本当ですか、うんうん、もうそうですね、ちょっと恥ずかしいんですけどね、そういう時が一番。うそう、次のとこ行きましょう、次のとこ行きましょう。行こうぜ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 、どんどん話そう。トークテーマ3、はい、アニメ配給には、うん、猫間高校、常滑高校、うん、伊達工業、うん、青葉城西など魅力的な敵校がたくさん登場しました、うんうん、特に印象に残っている試合やシーン、各キャストさんのエピソードなどをお願いしますということです。おー、
まあ、なんか、個性豊かですよね。うん。それぞれ高校によってもチームカラーは全然違いますし。ね、なんか噂だとさ、うん、はいはい、岩ちゃんさんがさ、すげえ人気って聞いたね。岩ちゃんさん、ね、岩ちゃんさん。そうだ、すげえ。超びっくりしました。どういうこと？いや、でもま、かっこいいですからね、めちゃくちゃ。かっこいい。かっこいい。声がついてからいきなり人気になった。すごかったんで。吉野さんも。吉野さんすげえなって。岩ちゃんさん。岩ちゃんさん、そう、今すごい人気らしくて。はぁ。だって及川さんを越す勢い、ね、越す勢い、あ、そうだ、あのゲームのやつですよね。そうそうそう。そう、あの PV ナレーションみたいな感じのやつで、そうそうそう、選挙みたいなのがあったんですけど、そうそう、なんと及川さんを越して、うん、岩ちゃんが1位に。すごい、1位、1位、すごい。だから多分これが発売されてる頃には、うん、あの公式サイト、あのそのゲームの方の公式サイトでも、うん、その岩ちゃんのあのナレーションが聞けるはずです。すごい。日向影も負けちゃったんだ。負けましたね。全キャラを抑えての1位です、すごい、すごすぎる、うん、うちの菅さんが負けるとは思わなかった。そう、菅さんが負けるって。でもそれだから、そういうことだね。配給のキャラクター一人それぞれなんか、うんうん、もうね、個性が豊かってことですよね。めっちゃ豊かですよね。そういうことだよね。確かに適合もすごいいいですよね。そうだよね。みんなキャラが立ってるというかね。いや、及川さん負けたんすか。及川さんも負けたんすか。僕一番印象深かったのが、うん、あの、やっぱ、成城との、初めての校外試合って、うんうん、はい、ああ、確かに。一番最後に、こう、遅れて登場の。ねえ、ヒーローは遅れてやってくるんだぜみたいなね。はいはいはい。そう、超かっこよかった。あれはジャンパー一番、ね、え、あれ割とデカめに来たね。僕そんな自覚なかったな。まあ一番印象深い、あ、なんか強大な敵が来たなっていうのを思いましたね。え、じゃあ一番好きなキャラクター、及川さん。及川さんびっくりしましたね、やっぱ。が一番好き。うん、好きです。本当かっこいい。本当に、うん、本当、なんで逆になんで皆さん知ってるの？何が言ったら嘘になる。逆にじゃあ信彦さんは何が好きなんですか？誰が好きなんですか？黒が好き。あ、僕もです。僕も黒、黒、黒いいよね。ちょっとミステリアスな雰囲気あるよね。そう、不思議な感じが。マボカも強いし。強いし。てか、ネコマが強すぎる。強すぎるし。俺たちは血液だ、つってね。そう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 。そう言いたがりだよ。言いたがり。そう、あのセリフかっこいいよ。あのセリフ超かっこいい。そう、もう好きだから。いろんなとこで。あれをどうやって言うのがいいよね。そうですよ。田中側のセリフ言ったらもう事故だよ。ちょっと。事故だよね。なんか変な漫画読んじゃった。ちゃんと面白い。絶対そうなっちゃった。だったのかなってちょっと思いますけどね。おじいちゃん好きだろ。内山さんは。俺も及川好きってさっき言ったよ。あれ聞いてない。本当に言ったよ。言った言った。聞いた聞いた。俺は及川のどこが好きなの？え、なんだろうね。かっこいいよね、及川。サーブでさ、勝てるっていうのはいいじゃない。かっこいい。バボカやってるね。いや、まあ、バボカやってるね。及川の星も及川よ。サービスエース。だから山口がいつか決めてくれるのは俺は願ってますよ。そうですね。よろしく。そう、今回はちょっと、ダメでしたけど。まあまあ、また、またここで成長して、いきたいですよね、本当に。悔しさは相馬さん自身も嬉しいやつだ。そうだね。だからその悔しさバネにしてね、みんな成長するみたいなのがあるから。そうそう、なんかラジオやってるんですけど、二人で。その時に、その内山さんと相馬さんが、あのね、お話がね、なかなかできなかったっていう話があったんで、今のがすげえ嬉しいだろうなって。繋がったじゃん。繋がった。あとでメールアドレス交換したらいい。確かに。そうや。いや、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 内山さんのアドレス知ってます？あ、そうだね。アドレス知ってるんですけど、メールする勇気がない。じゃあ今日、したのいい。いや、恥ずいから大丈夫です、大丈夫です。違うからどうせ。好きな映画とか聞ける。映画とか。いやいや、恥ずいから、恥ずいから。食い気味に。映画間違いない。じゃあ映画送ります。映画間違いない。多分山口から行った方がいい。わかりました。歩み寄って、大丈夫です。歩み寄ってください。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。うちシャイだけど、大丈夫だから。大丈夫、大丈夫。大丈夫で、何の話でしたあああのどうしたえ、どうしたの大丈夫どうしたの多分音声聞いてる人ができる。何のことか。時間がね時間がねあ、時間が時間が、そうですよ。時間が。僕なんで言葉が出てこないんですかね。時間が、そろそろ時間なので、エンディングの方に移りたいと思うんですけれども、あの、配給のファンの皆さんに、一言ずつメッセージをお願いします。ということで、まずは、ちょっと増田さんから。あ、はい。そうですね。これだけバレーボールの熱さを身近に感じられる作品ってなかなかないと思うので、今後も応援よろしくお願いします。では次は、信彦さん。はい。まあ、聞いていただいた通りですね、すごい、和気あいあいと、皆さん、やらさせていただきました。敵校の方々も、すっごいかっこいいキャラクターがやっぱりいっぱいで、まあ、皆さんの応援があればですね、またこういう機会があるのかなっていうことを思うので、なんか全然今回、なんか、クロストーク、わちゃわちゃして楽しかったんですけど、もっと喋りたいなって思ったんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ、林優さん。
はい、そうですね、配給、今後もね、DVD とかもね、いっぱい、まだ発売するんでしょ、これ、ボル8だから。これ、うん、そうです、あと1本ありますね。なるほど。ボリューム9まで。そうだね、リアルタイムでね、見た方も、ね、何回も、また、見たいと思ってらっしゃるでしょうから、ぜひ、DVD の方ね、購入していただいて、楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。では、相馬くん。はい。半年間配給っていう作品に携わることができて、自分自身も成長できたなと思うし、やっぱりその半年間はそのファンの皆さんと一緒に歩んできた半年間だったのかなというふうに思います。で、まだボリューム9ラストが次出ますので、ぜひ我々と一緒に配給の最後を、見ていただければなと思います。ありがとうございました。では、ウッチーさん。はい、配給は、原作がとっても面白くて、みんなでその面白さを、アニメで、再現しようと思って頑張ってやってきました。その結果、とても面白い作品が生まれたんじゃないかなと思っております。アフレコ現場の雰囲気もとても良かったので本当に楽しい、ツークールでした。ありがとうございました。ではカイト君。楽しかったです。もう本当に、なんだろう、この一言に集約される現場で、その作品自体も楽しかったし、アフレコ現場も毎週楽しみで、まあ、僕としては毎週中間期末テストみたいなのがあるような気分だったんですけど、それすら楽しめたので、またこういう風に楽しむことができればいいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。最後に我らが座長、お村瀬歩夢、おふっふっ、そしてへふっやめろ僕はまあ初めてこうやって主役やらせていただいたんですけど、本当に配給という作品に関われてすごい良かったなって思うことがいっぱいあって、でも中では僕一番印象に残ってるのが、もう最終話の時に僕なんか別に泣こうとか思ってなかったんですけど、終わった時になんかポロポロと涙が出てきて、なんか本当に自分の心の奥底にこう刻まれてるんだなっていうことをすごい実感して、ですごい本当にいい現場で、またこういう機会があったらぜひまたカラスの高校配給部で次ができたらいいなというふうに思いつつ、皆さんにもその僕たちの思いとか、こう熱い気持ちが届いているといいなというふうに願って、これからも配給を応援し続けていただけたらなというふうに思います。以上です。じゃあ最後、エンジンで締めますか。お！いいですね。じゃあ座長に、うん、カラスのファイって言ってもらって、僕ら、オーで、よし。締めましょう。いいね、うん、はい、はい。綺麗に締めましょう。じゃあ行きますよ、はい、カラスのファイ！オー！